ちょっといいですかね。はい。はい、どっからどう、何、どっからどうしますか。左に行くんですよね。左に行きやすいんです。わかりました。もうこれはね、もう本当スイングの問題はもちろん分かってるんですけど、はい、ちょっとでもこれか直すことによって、はい、ちょっとでももうちょっといかへんかなっていう。わかりました。はい。そしたらあれですね、ちょっと打ってみて。打って、はい。はい。どんな感じか。いやもう要するに割といい当たりしている時にもう左、はい、左って感じ。ああ、わかりました。ホームランと思ったら左のファウルみたいな。はい、ですよね。はい、わかりました。だからまあまあフックというか、まあ、ドローというかは基本多いんです。ああ、多いですね。はい、もともとドローヒッターですね。ドロ勝手にそうなって僕も自分でドローヒッターなのかなんかよく分かんないですけど。あ、でも、はい、なんか持ち球もあるから、はい、もう全然普通で、はい、それは今何番ですか。9番です。9番、はい、はい、9番で。やっぱりコース出て残り135でフェアウェイからで、まあ乗っけたいじゃないか。まあ乗らなくてもね、周りやったらいいのに、やっぱり力入ってるのかなんかわかんないですけど、当たるけどももう全然左行って、もうバンカーどころかギュッていく。それがまたが打感的にはいいんですよね。あ、打感はそんな悪くないんです。はい。でもあれですよね。7かぶったじゃないですか、うん、やっぱりあれですよね、ちょっとあれなんでしょうね、こう上げようとかなんかちょっと違うんでしょうね。キュートなんでしょうね。とりあえず一度ぐらいにしといて、はい、あんまり極端に、うんうん、はい、せずに、はい、一度ぐらいで、それで、でちょっと、はい、それで打ってみましょうかね、はい、うん、ただまあ、今日出玉はちょっと右に出ますから、ね、間違いなく。ああ、そうです。同じスイングする。同じスイングでね。はい。で、顔もちょっと面長の顔で、うん、左にこなそうな顔になります。ここのラインが、せり上がってると、はい、捕まえそうなんですよ。で、うん、わかります。イメージできます。で、捕まえそうですね。7番と8番って大体こう、はい、ちょっと顔がちょっと変わるところなんですけど、うんうん、7番はどっちかっていうとこれがこうちょっとこうフラットなんですけど、はい、8番ピッチングになるとちょっとこれがこう丸っこく、ああ、わかります、上がってくる、あ、そういう風に見えます、はい、イメージわかります、はいはい、だからウェッジに近づいていくってことですか。あ、そうそうそういうことですね、うん、はい、だから急に7番から難しく俺は感じるのよ、うん、ちょっとそれがちょっとそうなんですよ、そうそうそう、それも一理あんのよ俺の中でね、うん、ああ、はい、顔が変わりますもんね、はい、顔もね、ちょっとは変わるんですね。面長のちょっと左行きにくい顔になりますよね。なんか、本当にちょっと、ね、左わかるか行くように見えへん顔になってる。あ、そうですね。いや、本当に何やろこれ。ここのラインがなだらかになりますよね。ね、山のラインがなだらかな山になっちゃうんで、こう。これは実際
多分右出てますね今。そうですね、今の右出ましたね。ね、はい、打ち方も良かったですね。うん、右出ますね。そうですね。ね、ああ右出てると、ああ、いやこんだけ違う感触的には、うん、外で打ちたいね。ああですよね。本当外で、ね、この後ね。この後外で打てる。はい。あ、行きますから。いやどんな感じになるんやろ。ああ。確かに。うん。なんか、そうですね、左に行く感じないな。あちょっと、ちなみに7番やってる。7番やってる。問題の、うん、問題の7番なんか音もちゃんと当たってる音はしてますよね。問題の7番、うん、もう今のいいボールやと思う、うん、今のいい当たり。もしそれで右にこう抜けるだけの感じやったら、うんうん、ちょっと 0.5 にするとか。なるほど。あ、そうですね。ね、ね、またすぐそれぐらい調整ができる。うん、ちょっとこの先の弾道みたいね、うん、どんな感じになるか。雷角ってめっちゃ重要でしょ。手がちゃうでしょ。いや、ね、いやほんま構えた時点で違うし、うん、うん、違うよ、本当に。面白いな。これは。うん、あれですね、ボールちょっと右側に置かれてますよ、ね、うん、置いてます、相手置いてますね、はい、分かりました。なんか、はい、いいと思います。それは今まで打てなかった7番ですよね。7番です。それ打てるようになったらね、7番打てるようになったらまあ150ヤードぐらいかな。そうですね、150か55ぐらいですね、とかね。今まで6を短く持つ か8万振りするかみたいな、ね、でやってはりましたもんね。そんなうまいことできへんもんね、やっぱりね。そんなね器用なことできへんから、あらららってなってきたらね、幅が広がるぞ。ですよね。ありがとうございます。なんかでもいや、もうこんなにいいですか。すいません、本当に。ちょっと一度だけなんですよね。一度、はい、そうですよね、うん、一度でも2クラブですもんね。あの本間のずつでこう、うんうん、変わってるんで、うんうん、あの一度っていうことは、うん、あれですね、5番アイアンぐらいの感じの雷角なんですよね。あ、そうなんですか。ボールがこう、なんていうんですかね、うんうん、あのだんだん遠くなっていくんだけど、うんうん、その5番アイアンの感じで7番にしてるんで、ちょっとこう普通に打ったらちょっと右に行きやすい。ああ、そうなんですか、はい、うん、なるほど。ありがとうございました。よろしくお願いします。お世話になっております。すいません、もう今日はまた甘えまして、僕たちちょっと見させてくださいということでございます。はい、もちろん、クラブ持ってきてますんで、はい、練習もさせていただきます。はい、で他は中もちょっと探検させてください。はい、はいはい、よろしくお願いします。じゃあまず、はい、ショップからいいですか。いいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もう何年ぐらい前。37年前からですね。37年前から練習場はありました。練習場はもともとここにあって、はい、で我々がプロデュースさせていただいて、5月2日がグランドオープンです。まだオープンしたばっかりです。なるほどなるほど、そういうことですね。はい、まだじゃあ2週間ちょっとってことですね。ちょっと行きましょう。はい、もう僕のクラブはちゃんとありますから。もういきなりショップがありまして、可愛らしい、ね、ですね。実際に見ていただくと本当に、はい、本革で使われてたヘッドカバーだったり、はい、まあ、ちょっとユーズとかあるようなキャップだったり。キャップも可愛らしいな、はい、あと結構人気なのがカートバッグ、まあ、今回今4色で出てるんですけど、はい、これは結構、はい、うわーカートバッグいいな、すぐ欲しくなるな。やばい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 、カートバッグ大好きですもんね。カートバッグ大好きなんですよ。どういう人なの、カートバッグ大好き。カートバッグ大好きってすごいです。いや、あのなんかカートバッグ持ってるイメージすごいあります。大好きなの、本当に常に、ほんで
カートバッグ、はい、俺普段ちょっとスーパー行くとか持って行ってない。そうそうそう、だからカートバッグ使いとしては、はい、ちょっと新色の白で、ああそうですか、はい、なるほどなるほど、いい感じです、はい、あとはオープン記念で作ったちょっとローカルゴルフさんというところとのコラボレーションが、ちょっとコラボ、はい、ローカルゴルフ、はい、内装のこういったフローリングの柄をちょっとモチーフにちょっと、なるほど、はい、おしゃれやな、ショートパンツとトップスのポロシャツとあとはキャップですね、はいはいはい、メトロハットという形で、おしゃれだ、へえ、はい、ブリーフィンさんの、はいね、コラボで、これは第1弾で、はい、もうちょっと品薄なんですけども、ね、もうちょっと強引にパシフィックブリーフィングクラブという形で、ちょっと混ぜ合わせた感じのようなネーミングで、あの小太郎さんのね、はい、あのお知り合いでもね、はい、あのブリーフィング好きいらっしゃいますから、大好きだから、大好き、お一人いらっしゃる、あとプレゼントしようかな、いやいや本当にここでしか見れない、一応ちょっと今度8月9月と発売予定のこの、はい、キャリーバッグ、キャリーバッグ、おしゃれ、それからかあとこれ お好きなカート、あー、はい、なるほど、はい、カートバッグ、はい、これちょっとお揃いでいいですね、はい、ちょっと新色のキャップだったり、量が入りそうですね、はい、あーもう、はい、これはおしゃれやからな、これはポロシャツかな、ポロシャツですね、ね、あーなんかあれこの間ですね、うん、今パッて見て、はい、僕、中1小1って言ってるんですけども、ちょっと紙切れにですね、何でも好きな絵描いてって言って、うん、でこうスマホにですね、はい、挟んでる、はい、挟むんですよ、定期的に描いてって言って、うんうんはいはい、なんかたまたまこうおパンケーキあれあれなんか今パッとでもむっちゃリアルじゃないですかパンケーキリアルパンケーキなんかこれ見てこれは、どっちか買って帰りますほんで、はい、娘はなんかこうつながり今日はあんねちょっと色、はい、白とか白と、はい、カーキとか、はい、いろんな色がああですね、うわあうん、はい、一回一通り見て、うんうん、カメラ止まってから、はい、かわいらしいね、こっちもありますか、キッズですね、はい、あーキッズ、はい、はい、始まります、はい、もうあこれ始めます、はい、これが、はい、6月の中からめっちゃかわいいやん、はい、スタートで今めっちゃかわいいめっちゃ可愛い。一応120センチから160センチまであるんですか、はい、じゃあ今の小学校1年生の女の子は120ぐらいですよね、100も、うん、20か30ぐらい、そうやね、ちょうどいいです、はい、ぜひペアルックをめっちゃ可愛いやん、でもうわでもそっか、そうなると上の子もやな、うん、で上の子はもうだからな12歳やからもっと大きいやつやけど、もう S とか XS がありますので、でもその前に、はい、パパと一緒の金の嫌って言うんでそこをハードルを超えてない、そこをあれなんとかなんとかしてもらえます、そこのが大事なんです、そこ大事ですね、はい、そうですね、物はあっても、はい、一緒の金の嫌って言う、なるほどなかなか難しいですね、そうなんです、そこが悩みの種なのぞ可愛い、でもキッズ可愛いですね、ねえ可愛いキッズ、これこんな感じになってるんですね、はい、ピラティスっていうやつですね、はい、ピラティス、僕はちょっとまだ未経験なんですけども、はい、ぜひなんか、どういうことですか、はい、何体幹みたいなこと、あ、そうですね、体幹、はい、インナーマッスルを鍛えられるので、はい、ゴルフやられたりするときに、はい、体幹がぶれると、はい、結構いろんな方向にもちろんもちろんいくと思うんですけど、しっかりしてる方がいいです、そうですね、はい、軸を整えるっていうので、はい、ピラティスがすごく効果的です、なるほど、はい、でここで、1時間とかで習えるということですか、はい、45分で、45分で、はい、レッスンがあります、レッスンがあります、はい、
じゃあいいね、ピラティスやって練習場とか、はい、練習場やってからピラティスとかっていうコース行けますよね。はい、なるほどなるほど。ちょっとだけいい？あ、もちろん、はい、いいですか？ぜひぜひ教えていただいて、体験してください。はい、初めてです。はい、初めてですね。はい、はい、わかりました。まずじゃあ体チェックしていきたいので、はい、足をグー1個分に開いていただいて、はい、そうですね、はい、じゃあそこから鼻から息を吸って口から吐きながら頭から順番に背中丸くしながら下まで下がってみてください。はい、あ、柔らかいですね。はい、じゃあそこで息吸って吐きながら上がっていきます。下道戻るようにふー吐きながら背中丸くして頭最後に上がっていきます。もう一回行きましょう、はい、息吸って吐きながら頭から順番に背中丸くしながらダウンしていってください。そう、背骨いついつい丸くするようにしながら腰も丸めて下までだらんと力を抜いて下がっていきます。でそこまで来たら息を吸って吐きながら上がっていきましょう。腰を丸くしながら、そうですね、今の体の感覚、伸び方見ていきます、はい、はい、でここから、今最初の状態見ていただいて、はいはい、終わった後も同じことをするので、はい、変化を見てもらえればと思います。あ、はいはいはい、リラックスしてやってください。リラックス、リラックス、リラックス。じゃあ最初はちょっとほぐしていこうかなと思うので、はいはい、お尻周りをほぐします。最初にやることをお見せしますね。はい、はいはい、これですね。これです。これがチェアという機械になるので、はい、じゃあこれを、足をこんな感じでかけていただいて、はい、両手をこうつきます、うん、はい、はい、でそこからぐーっと伸びてお尻のストレッチしていきます、うんうん、お尻を伸ばすんですね。はい、で吸って体を起こしていきます。吐いて丸めてふー、こんな感じの動きやっていきましょう、はい、で左足を後ろにグッと伸ばしていきましょう。つま先立ちに、はい、そうですね、はい、していただいたら、はい、両手をこの台の上に、はい、はい、そこから息吸って吐きながら背中丸めてプッシュして押してみてください。そう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 、丸めて丸めて丸めて、そう、押せるところまで落としていきます、うん、下まで来たら吸いながら上がっていきましょう。背骨ついつい上げていく感じ。そうです、そうです。お尻伸びませんか？伸びます。伸びますよね。伸びてます。はい、じゃあもう一回いきましょう、はい、息を吸って準備して吐きながら下がっていきます。そう、右のお尻の伸びを感じながら、そうです、そうです。後ろの膝も伸びそうだったらちょっと伸ばしていきましょう。これだけでも多分前屈がすごくしやすくなってると思うので、はい、吐きながらふーどうしても伸びてみてください。ちょっとももらお尻が伸びてるような感じが出たらいいかな。さっきより絶対、うんうんうん、うん、もう一回柔らかくなってる、柔らかくなってる感じします。うん、ね、全然柔らかくなってる、伸びてるよね。はい、そうです、そうです。イメージ、あ、そうです、そうです、そうです。この辺りが伸びてる、伸びてますね。うん、で戻りましょう。吸って、そう、肩下げましょう。うん、こんな感じの動き。反対側もいきます。あ、すごい。そう、これはすごく呼吸も深まります。ね、うん、ねじっていきながら呼吸するので。これが欲しい、この力。これが欲しいな。あっち表示あるよね。はい。パスミック。はい。あそこのもう F ぐらいが、はい、に向かっている感じで。はい、わかりました。パスミック方向。
了解です。で、まっすぐ出る方、グショー左巻かない、ね、いい球ですね。いい球やね。ちなみに今ので、うん、いい球です。128、134、いいですね。いいですね、はい。いい球ですね。いい球ですね。130ぐらいはいってるんじゃないでしょうかね。あんまり出ないね。そうです ね、今のところ左左はないですね。左左がないね。はい、アグショー。でも全体的にちょっと左やね、左左がないけどないけど、ね、はい、エース狙ってるけども全部左やもん。そうです ね、もう若干それってどういうことなんやね。もう若干右足寄りに置いたらどうですか。なんか結構右足に置いてるけど、さっきのうち玉崎さんのとこよりもさっき見たら真ん中に、真ん中来てる、もう若干こう左手がもうちょっとこっちに出るというか構える時に、なるほど、はい、ボールの位置はそのままでも、はい、そういうことです。そういうことやね、はい。どうですか、これめちゃめちゃいいドローボール。今のいいボールやね。ね、キャリーで130ぐらいいってる、うん。なので、ちょっとこう手が真ん中に入ってきて、うん、ボールも真ん中に入ってきすぎると、なるほど、左に引っ掛ける感じになるんで、ちょっとそのクラブがやっぱりグースの分、右足寄りに置いて、左手はちょうどこの左の股関節の前ぐらいに来て、ちゃんとハンドファーストに構えれるという。はい。もう一回いってみよう。はい。今のめちゃめちゃ良かったですね。悪くないね、出てもね、まっすぐね、はい、いや、めちゃめちゃいいボールです。めちゃめちゃいいボール。はい。ちなみに今のでちょっとまだ加減してるのか飛んでないですけど、150ぐらい。150ぐらいね。ほら、あぶしょー、これいいっすね、これ多分160ぐらい飛んでる。あ、行きましたね。やっぱキャリー150が160に、ね、ほぼまっすぐ完璧ですね。完璧出たね。あれ7枚見てた。それが打てたらね。違うね。はい。無駄なクラブ減りますからね。確かに。
普段距離が出てない、はい、普段練習場ではどう、うん、7番アイアンを打つこともあるんですか。もちろんもちろん練習場はちょっと俺も克服したいっていうのがあるから、はい、その時はどうなんですか。まあ10球打って、うん、2、3球、うん、まあまあまあかなみたいな感じなんですか、うん、あ、それぐらいこう7と8で極端な差が出るんですね。そうやね、はい、もう8やったら半分ぐらい半分になるといいのに、うん、2球とか7番やったら、うん、だと練習場で2、3球やと使わないですね。怖なるやろ、怖なるやつやね、確かに、うん、そりゃそうや、まあ、余計悪循環やね、使えへんからかもわかんないですね、はい。うん、完璧。150ぐらい出てるじゃん。160、153キャリーで、キャリーでね、今の完璧やと思う。完璧やね、はい、今アドレスめっちゃ良かったっすけどね。あ、そう、ボールがちょうど真ん中からちょっと右ぐらいで、うん、で手の位置がちょうど左の股関節ぐらいの内側に来てるという、うん、はい、そうですね、そんな感じがいいかも。うん、まあ悪くない、ちょっといいやけど、いや全然 OK です、全然 OK、 全然 OK、うん、それは多分なんかこういじってもらって、はい、左になんか行きにくいように見えるから、はい、思い切って触れてるからっていうのはあるのかっていうのもあるでしょうね、はい。あとはそのね、南さんです、見返してもうちょっとハンドファーストに打つようにしてるとか、うん、あー、まあ、ボールの位置をちょっと右足寄りって今あやってらっしゃるんですね、うん、それもあるんじゃないですかね、うん、そんな悪くない。これだからグリーン左端ですからね、まあね、うん、残ってますからね、うん、チャンネル登録お願いします。